エスパルス対ヴァンフォーレ甲府の一戦です。左エンドが清水、オレンジのユニフォーム。さあここはチャンスになりそうだ。シュート上がった。あっという間の先制ゴール、清水エスパルス。ファーストシュートがそのまま得点へとつながりました。決めたのはこのガッツポーズ村田。さあこのシーンです、松原さん。まずこの前線で北川光也がプレッシャーかけたのと、ジョンテスがそこを奪ってここ自分でフィニッシュするんじゃなくて村田を使ったっていうところがね、あのテス素晴らしかったですね。あとは村田はですね、これ走りながらアウトにかけ